股関節の詰まり痛みをたった60秒でほぼ 100% 改善していくほぐし方をお伝えしていきます。はい、どうも東大阪市慢性腰痛専門整体の園岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今回のテーマ、股関節の詰まり痛みについてお話をしていきます。そしてそれの解決策までお届けしていきます。この股関節の詰まりだったり痛みで悩んでいる患者さん非常に多いです。例えば歩いた時に股関節が痛いだったりとか股関節が詰まる、そんな声をですね多くいただきます。その中であなたはもしかして股関節ばかり触ってませんか？もしあなたが股関節の詰まりだったり痛みで悩んでいて股関節だけをしっかりほぐしている、そうなると実は改善しないんですね。確かに股関節自体が悪いっていう人ももちろんいます。例えば股関節を治療しに行った、ストレッチをした、ほぐした、いろんなやり方があります。ただそういうのをしてもなかなか改善しないだったり、なんかいまいちしっくりこないなっていう人はですね、この動画でですね必ずお役に立てると思うので必ずね最後まで見てほしいなと思います。まずそもそもなぜですね股関節の詰まりだったり痛みが起きてくるのかっていうお話をしていきます。久しぶりに骨模型ちゃんの登場になります。ちなみに股関節っていうのはなぜ痛くなるのかっていうと、まあ、これが股関節ですよね。イメージはこうなってます。骨ですね、骨盤、そしてここは大腿骨っていう骨になってきます。ここの要は隙間が通常あるわけですよね。なのでこういう風にいろんな方向に動いたり、前に出して後ろに蹴ったりね、横もできたりするわけです。こういう感じですね。ただこれが股関節が詰まっている、痛いっていう人はですね、ここがねじれて当たるっていうことが多いですね。例えば見えますかね、ここ股関節です。本来だったらこういう風にぐるぐるいろんな方向を回ります。ただこれが股関節が内旋って言って、要は内股にねじれてしまうことですね。そうすると前に上げた時にここで挟んだりね、痛みが出てきます。なのでもう簡単に言うと、股関節のこの内旋、いわゆる内股の動きを取っていかないと、内旋してます、グッてなってここで当たってます、こう挟み込んでしまってるわけですね。なのでこれを取っていかないと股関節の詰まり感っていうのは取れないですし、痛みも取れてきません。ただここで間違ってしまうのが股関節の周りをほぐすってことです。もちろんこれで改善される人、軽くなる人もいらっしゃいます。ただこれをしてもですね改善しない人っていうのはどこにポイントがあるのかっていうと、実は足首なんですね。なぜ足首にですね問題があると股関節の痛み詰まり感が出てくるのかっていうお話をしていくと、まあ、いわゆる足っていうのは地面についてますよね。いわゆる土台になってくるんですね。足から崩れてしまうと上半身はもっと崩れます。例えばピサの斜塔って分かりますか？こう斜めに立ってるやつですよね。あれも要は下のところが歪んでるともっと倒れたりしますよね。なので土台がまっすぐしていればまっすぐ立てるんですけれども、こういう風になってますよね。こうなると体も一緒で足がずれてるとこんなになったりするんですね。なので特に股関節が詰まるだったり痛いっていう人はほとんどですね股関節がこう曲がってる状態ですね。なので歩いてる時に痛いだったりとか、あと座ってる時だったり、そういうことが多いってことになってきます。基本的に寝てて股関節が痛いっていう人ってあまりいないんですね。それはなぜかというと足が地面についていないですし、股関節が伸びてる状態だからです。これで痛いっていう人はほぼ 100% いないと思います。なので足をついて痛い、歩くと痛い、座ってたら股関節が痛い、詰まる、そんな人はですね今からお伝えする足首のですね調整方法、最強のほぐし方をお伝えしていきます。これをすることによってあなたの股関節の詰まり感だったり痛みっていうのは解消されてきますので、必ずやってほしいなと思います。それではまず今からですね股関節の詰まりだったり痛みのチェックから入っていきます。はい、それですね、まず股関節の詰まり感のチェックをしていきます。まず股関節が詰まる人っていうのはこういう風に曲げてください。この時に中で挟み込むだったり、自分でねこうした時に、あ、なんか股関節の鼠径部あたりですね、内側が詰まる、あ、なんか引っかかるなっていう人は股関節が内旋している可能性があります。内股の形ですね、左右比べてください。でよく詰まる方だったり痛い方をやっていきます。こんな感じですね。なので今回左でやっていきます。やっていくにあたってまずですね腓骨筋っていうところをほぐしていきます。腓骨筋っていうのはこのくるぶしから腓骨頭っていうですね骨の出っ張りがありますよね。ここに骨があります。ここからぐーっとね筋肉がついてます。いわゆるこの外の筋肉ですね、すねの外側です。ここをまずしっかりほぐしていきます。どうやっていくかっていうと、これを裂いていきます。なんかねゴリゴリゴリってする筋肉があるので、ここをしっかりとほぐしていきます。こんな感じ、グリグリグリーと、こんな感じでほぐしていきます。ゴリゴリしてるので、そのゴリゴリを狙っていってください。それが腓骨筋になってきます。これをやっていきます。
基本的にこの股関節が詰まる人っていうのは歩いた時だったり足ついた時にこの母子球あたりに体重が乗りすぎてる人が多いです。そのせいで股関節がこういう風に内旋している人が多いので、ここの筋肉がグッとね縮んでる状態になるんですね。なのでここをしっかりほぐしていきます。だいたいですね、まあ、15秒とか30秒ぐらいですね、しっかりやっていきましょう。でこれでほぐせましたら、次はですね関節のほぐしをやっていきます。やっていく関節はショパール関節とリスフラン関節です。これは難しいのでもう覚えなくて結構です。なのでやっていきます。自分のかかとですねを手で持ってもらって、まあ、組める人は組んでもらって、無理な人は伸ばしてでもいいです。なのでこの状態で自分の手で足をこういう風にひねっていきます。やりやすい方でいいです。かかとを持ちながら足首をひねるってことです。こんな感じ、グッ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 、ひねるひねるひねる、この辺もねグッ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 、とりあえずもうかかとを持ってもらって足をですねいっぱいいろんな方向に動かしてください。こういうねじりの方向が一番ね固まってる人が多いのでねじっていきます。これって関節なんで動くんです。これが硬い人は動かないです。なのでしっかりこういう感じで関節の動きをつけていきます。グーッと足首とかもね、足の指とかもやっていくと効果的です。こんな感じね、グーッとボキボキ言ってますねでこれで OK です。でこれでこの腓骨筋と、まあ、いわゆる足の関節土台の調整をしました。これでさっきと比べてね股関節の詰まりか痛みがどう変わるのかっていうのは今からねチェックしていきましょう。はい、そうですね、今から股関節の詰まり痛みっていうのをチェックしていきます。この時点で結構足がね軽くなってると思います。これでしっかり曲げていきます。これでどうですか、僕の場合はさっきより詰まり感が結構減ってます。もしこれであなたの股関節の詰まり感だったり痛みっていうのが減るだったりとか結構行きやすくなるっていうのであれば、必ずですね足首から整えていかないとあなたの股関節の痛み詰まりっていうのは取れてきませんので、必ずね今回の腓骨筋とショパール関節リスフラン関節覚えなくていいんでこのほぐしをやってほしいなと思います。まあ、結論言うとですね、もう歩き方とかを変えないと股関節の詰まり感って取れないです。根本的にはやっぱり歩いて詰まるとか歩くと股関節が痛いっていう人がいるので、そこまで直そうと思うとやっぱり足首の調整って必ず必要になってくるんで、それをしっかりやってほしいなと思います。はい、それですね、いかがだったでしょうか。今回はですねちょっと難しい内容になったかもしれません。腓骨筋とショパール関節リスフラン関節、ちょっと噛みそうでしたねっていうところをですねお伝えしていきました。まず股関節の詰まり痛みっていうのはなぜ起きてくるのかというと、ほとんどが股関節の内旋っていって内股にねじれていることが多いからです。ねじれると動かした時にここに当たりますね、関節同士で、これが痛いっていう原因になってきます。じゃあなぜ内股になってくるのかというと、地面の足のつき方がおかしくなってるからです。母子球のところに体重が乗りすぎてしまうと股関節が内股にねじれてしまいますね。なのでいつも皆さんはねストレッチしたりほぐしたりされるわけです。じゃあちょっと改善されるかもしれないけど、歩き出すとまたね足がずれてるからここがこうなるんですよ。そうすると改善しなくなってきます。なのでしっかり足首から整えていきましょうっていう動画でした。ですので今回ねこの動画でぜひ変化出たよっていう人はですね、チャンネル登録コメント高評価いただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。今回の内容はですね結構ボリューミーですし、まあ、無料でね公開してるんですけれども、まあ、有料級の情報になるのでぜひいいねとかねしていただければ嬉しいなと思います。またですね肩こり腰痛だったりで悩んでる人はですね、僕のですねパーフェクトブックっていうのをプレゼントしてますので LINE 登録していただくともらえるようになってます。ダイエット美容興味がある人は脂肪リセットダイエットっていう無料の本もプレゼントしてますので、ぜひこちらの方から受け取ってください。インスタ Facebook もやってますんでよろしくお願いします。それではですね次回の動画でまたお会いしましょう。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは頑張ってください。さよなら、バイバーイ。あとここでは話せない内容ですね、無料のメルマガ講座でお話してますので、ぜひそちらの方も無料なので登録しておいてください。